お疲れ様です。今日はこちらのクローンチャレンジやっていこうと思います。というわけで、氷上のクローン軍団というね、名前はめちゃくちゃかっこいい、なんかチャレンジが、ね、いきましたので、こちらねちょっと攻略していこうと思います。では、チャレンジ内容はアリーナ上にいる全員ってから一定時間ごとに、全て勝手にクローンされていくよっていうので、まあ、クローンに相性がいいカード、まあ、巨大スケルトンとかスケバルとか入れつつ、クローンに対して強いカードをね、はい、ウィザードだったりネクロとかを入れるのがいいんじゃないでしょうかというところで、負けてもねそのまま続けれるので、比較的やりやすいチャレンジ、はい、かなと思います。というわけで、まあ、これです。僕がおすすめするのは、まあ、クローンに対して、相性がいいというかね、クローンしたら勝手に事故ってくれるね、スケバレ、とかその辺の入れながらクローン対策もしたよって、ほんとシンプルな出来ですね。はい、で報酬はそこまで美味しくはないですね。ぶっちゃけこの鍵とかも無課金の方は助かってるのかもしれないんですけど、あんま使ったことないみたいな、はい、とこもありながらの、まあね、せっかくならちょっとやっていこうと思います。さあ、というわけなんですけども、なんかあれっすね、クローンされるからと思ってクローンを僕は持ってきてないんですけども、クローンされるからこそあえて自分もクローンを持ってきてクローンしてみるみたいなねこともちょっとしたらね面白そうとは思ったんですけど、まあいいか。さあ、でこれ一定時間ごとなんですけども、さっきカウントしたら15秒ごとだった気がしますね。はい、なので1回クローンされてから15秒間数えるぐらい経つとクローンされるので、まあそのタイミングを狙って、ね、やるのもありで、今20秒でクローンされたんで、次は残り時間2分5秒でクローンされるかなっていうのを、まあ、ちょっと考えながらやってみると、まあ、より面白いかなっていう、ランダムなタイミングとはいえちょっとタイミングで狙えるんじゃないかなっていうので、さあここですね、5秒で、はい、クローンされていくのでっていうのをねちょっと理解してやるとめちゃくちゃなんだろうな、勝率上がるというか、ずるいですけどタイミングが分かるんで、それだけ狙って毎回クローンされる寸前でユニット出すだとかね、それだけで大きいと思います。で5秒でその後50秒で35秒ですね、はい、ここでクローンされる、ちょっと間に合わなかったですね計算力が問われますこのチャレンジ。次20秒でまあ、クローンですよって感じかな。さあ、もうそんなことも考えなくても、なんかクローン系のユニットいっぱい出しとくだけで、うお、ザップのタイミング、さて相手もクローンのタイミング理解してる。さあ、だからしかし、まあ、簡単にね勝てますよっていうやつですね。15秒切る、最初が40秒なのか、最初だけちょっと覚えとこう、これ覚えてるだけでね楽勝です。さあ、55秒からクララって開始なんで、まあ、だから40なのか、1試合3分と見せかけて、さあこれは出しといた方がいいですね、クローンされるんで。あれされない、40秒か、えクローンされない、あれちょっと待ってよ、あ毎回じゃあちょっとタイミングが違うのか、やばい、ちょっと待って、計算が、やっぱ35ですね、はい、35、20です。1回目のクローンはちょっと遅めですね、開始して20秒後ぐらいなので、そこだけ大事にいきましょうか。まあ、ファルチェとかウィザードもねもちろん強そう、その辺は何でもいいんじゃねえかな。さあ、さっきが何だったっけ、もう全然覚えてない、よいしょ。さあ、ロケ砲マジで頼む、そしてネクロも出して、あれマジやばい、マジやばい、負けるもしかして俺、いつクローンされる、あいけいけ、お俺の最強デッキが35ぐらいだったな、20でクローンされるとして、マジやばい、よし、はい、5秒ですね、次いけ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 、やなめ、わ
そっか、相手もそうっすもんね。あのクローン対策するっていう。はい、あーやばい、5秒ぴったりでした。それクローンされんよ。まあまあマジバカガチ今バカプレイしてた。メガナイトとかでも踏まれるしな。よしよしよし、これクローンいけ、クローンされろ。サマージでちょっと怪しくなってきてる。140守れるかな。やなめあったの、やなめは見らされない。さては毎回35-25のタイミングだ、気づきました。35-25のタイミングなので、そのタイミング理解してサニット出すだけでいけると。35-25です。はい、35-25 50 5 5のタイミング、これ把握してないとでもなんか逆にきつくね。さあ5、このタイミングさえ理解しとくとめちゃんと勝てるね。なるほどね。35-25です。残り時間が35-25 50 50もあったか。よしよしよし、ちょっとこれ頭脳ゲーですねこのチャレンジ。ちょっとクラロワというよりかはね、チンパン頭脳決定戦いきます。これ最初の50でももしかしたらクローンされます。出しとけばわかる。あーされますねやっぱり。さあというわけで50-35-25です。それだけ覚えとくと、やべ6秒だと思っちゃった。高っ。35なんで早めに出してクローンさして、あガチこれ理解しとくだけのゲームだなこれ。さあ次20です。レシピミラー一応やってみる。クローンか。はい、よしよしよし。ガチでこれ天才だこの考え方で。次5か。いやースケバレ5秒もかかんねえのかな。いやいいタイミング、ほい。さあ完璧すぎる。クローンハート、次は50ですね。まあ出しとくこの辺で、で LSP まで行っとこう。ほい、あーい、間に合わないけど。えガチこれを把握してるかしてないかで全然ちげえな。てか把握してないと普通にさっき負けそうだったな。あー原因ちょっとおもろいこのチャレンジ。さああと3勝。これ序盤のこの最初のスケバレめっちゃ強いぞ。やべ、あ間に合ってない間に合ってない。あとは何だろうな他に。クローンでしょ、まあ、ランバーとかか。ランバーだったら、まあ、ランバーバルーンとかもちょっと強そう、タイミング次第では。さあ次20秒なので、まあ、巨大スケルトは一体出しておきますか。20-5か。うん、20-5。ここマジあのロケ砲やりたいな。ああめっちゃ強い。20-5 55。これここでちょっと早めに出しておいた方がいいですね。あマジであの50か。はい、いやー素晴らしい把握。わあネクロがめっちゃ大事だ、気持ち悪い。ありがスケルトンがいっぱいいる、いいねこういうチャレンジ大好きだからな。なんかね特殊チャレンジ系ありますけど、昨日めっちゃおもろい、もう大爆笑大爆笑したんですけど、あの焼き鳥がね、あの元同じチームメイトの、ね、動画 YouTuber ね、YouTuber クララちょいちょい最近上げてんのかな分かんないけど、ヤキちゃんがなんか公式の大会があったらしくて優勝したって言ってて、うわ本当にね、それだけ聞くとマジすげえじゃんってなるんですけども、あの大会内容がクラロワダッシュだったらしいんですよ。やったことありますかねみんなも。クラロワダッシュ、クラロワのちょっとミニゲームみたいなね、はい、クラロワダッシュモードの
大会で優勝したらしいっす。えって思ってどういうことそんな大会あんのと思ってマジびっくりして、そして賞金とかもあったらしくて、昨日稼いできたわっつって生々しく、うん、お金にはね目がない役者なんでね、すごいと思って。フラルファダッシュドラフト、ドラフトじゃないのか、フラルファダッシュの大会なんかあんだと思って、はい、なんかそういうのが今月1ぐらいでちょっとあるっぽいので、 WCG のなんかミニゲーム大会みたいなやつなのかな、ちょっと皆さんもぜひちょっと調べてこの雪の表情チャレンジの賞金大会ねえかな、まあ、言ったらそういう感じですね。よいしょ、強い。そのあればちょっとおもろいですけどねすごいことになりそうだけど、お、ぶつかった。5秒なのでここにはクローンされないと。おい、おもろいな。まあチャレンジね、いろいろ出てるんで無限に増えていくが、さあ50秒、何のチャレンジが好きだったかな、まあ、レイジチャレンジ、クローンチャレンジとか、結局なんかこうチンパンしてから使えんだよ。スーパーラバ、スーパーラバとかが好きでしょ。なんかおもろいチャレンジ今後もまあ出そうだけど、よいしょー、さあラスト一勝。まあ何が出るんですかねと、まあ楽しみにしつつ、パッパクリアしましょうか。報酬が何だったっけな、金の宝ばっかだっけ。いや、さあ小屋デッキが来てもらった。え、もうだるいだるいだるい、やべえ忘れとった。あー35です、50、35、5です。50、35、5、50、35、25、50、35、25、50、35、25なので、あのボムターめっちゃ優秀で5ですね。まあロッキーゴとか出しながらやらめない方がいいな相手。まあ俺のこのネクロもクローンされるって考えるとユニットが溜まるんじゃないのか。さあ花火大会開幕、35、50ですね。50の前にさあ出して、これ矢波とかなければだいぶ熱い。あーバルキリーやばいよ、いけ、よし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 。さあ次35秒ですね。まあボム置いとくか、まあ、ボムタワー、まあ、クローン系にめっちゃ強いんで置いときゃなんとかなりそう。さあ次20なので、まあ、22、3秒ぐらいにロケット押し出して、なんならネクロまで出してもいいかも。はい増殖、これ頑張ったらプリンセス100体ぐらい貯めれるんじゃねえか。よいしょ、え全然なくなっちゃった。さあタルーババ、まあでもさすがにこれはちょっと55秒なんで、あれ55秒じゃねえか、50秒だ、やばいやばいやばい、数字覚えれない、数字覚えれない病にかかってる。さあしっかりしばいて、うわー素晴らしいライトニング。でもロケット方式のクローンが暴れて、さ20秒か、これ右も左もどっちもちょっと狙えるっすね。わガチやば、なんかマックスだよ、えガチで負けそう。5秒、ここだ、来た、絶対熱い、いけ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 、時間把握の男、うえい、あぶねえ苦戦するようなチャレンジもないと思うんですけどね、ちょっと数値覚えなきゃいけないということで、ちょっと皆さんもね、まあ、簡単なんでパパッとやってみてください。55秒
何分何秒、55秒、40秒、何分だっけ、50秒か、50秒35秒20秒5秒ではいクローンされるので、そこだけぜひね覚えてやってみてください。使ってみてね。ではお疲れ様でした。またね。